北条高志方は、鎌倉時代後期の北条氏の一門。長戸丹大、北条宗よりの次男。鎌倉幕府八大執権北条寺衆の老いにあたり、その勇士となる。誕生の翌年に、父宗頼が、長戸国で死去する。20歳で、六原丹大北方。昭安二年に、鎌倉へ戻り表情集。翌年には、 引き付けか白人からエッソが白人就任となる。ゴイエの助爵は17歳だが、この時まだ兄賢治は存命であり、それでも兄よりは2歳早い。表情衆となった年は23歳であり、いとこで、北条貞時の後執権となった、北条諸時よりは、若干遅いが、それでも1295年に没した兄賢治の32歳よりも、ずっと早い。また、 北条書流の名門で、佐時執権時の連所大仏、北条信時の着手で、加減の乱で胸方を打った大仏北条層仙が、表情衆となったのは二十九歳、赤橋北条九時は二十七歳である。これは、兄弟のいない、北条佐時が成人してから、最も近い血縁としてのいとこ、かつ、父次衆の勇士として、義形邸ともなる、諸時、金時、 胸方の神が昇進を早めたものと推測され、定時には、書流というより、徳宗家の一員として扱われていたと思われる。1301年には、引付かしら人を経て、そかしら人となる。1304年12月、平禅門の乱以降人事が迷走した、徳宗家出事に、北条一門として、初めて就任する。同時に、幕府侍所諸子に就任。 この時27歳。堀木期間によれば執権職への野心を抱いて挙変し、加減3年4月、貞時の有力重心で連勝を務めていた、北条時村を殺害。さらに貞時殺害も目論んだが、同年5月4日に貞時の命を受けた、北条終戦率いる追悼軍によって殺されたと、される。ただし、堀木期間の記述は、 下月騒動や平禅門の乱の原因についても、あまり信憑性はなく、加減の乱についても、軽の釘の日記等と付き合わせるといかにも、不自然であり、疑問視されている。動かしがたいのは、以下の範囲である。乱の後、幕府に捕らえられた、宗方の維持は、武蔵国通浦の海に籠に入れられて沈められた。日付イコール旧暦。ありがとうございます。